へえ、首相じゃない。まあ夏休みだし、たまには友達のお家にお泊まりに行くのもいいわよね。あんたにしちゃ珍しい話だけど。リクにもお泊まり行けるレベルの友達がいたのね。くす。じゃあ先方の親御さんにお世話になりますってご連絡しておかなきゃよね。じゃあせめて井上くんに。あらそう？っていや電話だし、私井上くんと会ったことないし。あんた友達選んだ方がいいんじゃないの？はいはい、まあ行ってらっしゃい。ずっと引きこもってるよりは全然健康的だわ。じゃあここと玄関と廊下に掃除機かけといて。私にはお見通しなのであった。いつでもすっとぼければいいのに。そう答えちゃうのはお兄だよね。ま、くるみ先輩のとこにお泊まり誘われたんだけど、やんわり断るのを手伝ってくれればいいよ。いや、さすがにまだ面と向かって一晩中は辛い。あとなんかされそうで怖いし。くるみ先輩、私みたいな妹が欲しかったみたいだから。想像するな、エロに。それだけで済まない気がするんだってば。こう着せ替え人形にされるとか。私の趣味じゃない服を着せられるのが目に見えてんじゃん。あ、それだ。お兄冴えてる。うむ、良きに計らえ。楽しんでくるがよいぞ。ファンファン。